えとそれではね、えー、英検準2級の二次試験、面接試験、えー、をやっていきましょうか。はい。これじゃあちょっとね、まず、最初こういう、えー、と文章を読むんだよね。目読を20秒して、その後声に出して読むんですけど、これちょっと日本語からさっき私書きましたので、これをちょっと,、えー、と読んでから、 このの英語の方を読みましょう本番では日本が書いてないからね、もちろんね。これ、私があの、えっと、公式に出ている英検の,そのサンプル問題に寄せて作った内容なんですけれども、ですから本当にデータ問題ではありません。えー、ちょっと難しいかもしれない。だから、データ問題の方が単語的にも簡単なものを使っているかもしれませんね。そうだね。はい これは大丈夫かな、はい、じゃあとりあえず日本語から読みましょうね。運動から。1, 2, 運動最近運動は人々の日常生活で一般的になりつつあります。ほとんどの町や都市にはフィットネス活動に利用できる公園やジムがあります。多くの人が自宅で運動器具を使用し健康の改善に努めています。健康的なライフスタイルを維持することがますます重要になっています。 英語を読んでいきましょう。えっと、なるべく大きな声で、ゆっくりと読んでね。あの、まあ、理想的にはネイティブと同じくらいの速さなんですが、えっと、やっぱり100点取らなくてもいいので、合格できればいいって考えれば、これはもう、えー、そんなに難しい、えー、発音とかをさらさらって言わなくても、えー、たどたどしくてもいいから、ゆっくりと、はっきりと、間違えるときもはっきりと間違える。 これがね、一番ね、印象がいいと思うんですよ。で、これ読みますね。1,2,3。Exercise。あ、ここから読んでね。あ、それから、Please read it aloud。えっと、声に出して読んでくださいって言われた時には、OK とか、Yes とかなんか言った方が人間ですからね。相手もね。えー、気持ちがいいですよね。OK って言ってから。で、題名から読みます。Exercise。Exercise、ね、is becoming common. これ一般的って意味ね。 だから、まあ、えー、と人気が出てきているとか、そういう意味にもなります。common in people's daily lives. これ lives って言います。daily lives. 日常生活。these days. 最近では。most towns and cities.most っていうのは、この場合にはほとんどのっていう意味ね。cities have parks and gyms.available これは可能である。使うことができるっていう意味ね。 For fitness activities, many individuals use exercise equipment at home and try to improve their health. It is becoming more and more important to maintain a healthy lifestyle. メインティーンは維持するっていう意味ね。じゃあ、こういう問題が出ます。ナンバーワン。あ、実緒に読もうね。According to the passage。この文章、この前のパッセージ、ここね、文章によると。How do many individuals try to improve their health? 個人の人たちはどのように健康を増進していますか増進しようとしていますか これ、individuals と improve と h e l があるので、ここら辺だね。それから、それから、h e l s はこれだね。そして、えー、っとね、individual あ,あったね、これね。improve あったね、ここを聞いてるんだね。はい。えっと、で、ここを聞いてるときには、今こう、individual は、えっと、これなんですけど、まあ、ここら辺言ってるんだけど、ここ、あんまり言ってなかったってことは、これの答えになるかな。はい。 Individuals これ複数だから、they で受けましょう。で、they they use exercise equipment at home. これが答えになります。簡単でしょ聞いているところの文章を見て、えっ、ー、と、聞いたところの単語をこう見てみると、なんか言ってないところがあるから、ここが答えになるわけね。どのようにして individual は、えー、ヘルスをインプル o していますか ?exercise equipment を使うことによってって答えられるわけだから。で、at 本まで入れれば完璧だね。じゃもう一回答えちょっと言ってみましょう。一緒に。最初なんだっけ ?they ね。はい。they use exercise equipment at home. 読むだけだね、これね。ここね。で、ここ、many individuals use exercise equipment at home. っていうふうに言っても構いません。 ここを何に変えたらいいかっていうのが分かんないときは、もうここ読んじゃっていいです。限定にはなるかもしれませんけど、多少は。Many individuals を they で受けた方がいいけど、単数だったら he かし。で、複数だったら t h 税。ね。じゃあ、2番いきましょう。Now、一緒に読みましょう。Now, please look at the people in picture A。ここにちょっとその A、私書かなかったんですけど、えっと、こういうふうに A、絵の方を見てください。 They are doing different things. Please tell me as much as you can about what they are doing.、ね、えっとその絵の人たちが何言ってるか、できるだけたくさん言ってねっていう意味なんですけど、これ毎回同じなので、これ言ってる間に絵を見て何を言うか一生懸命考えててね。これ全く同じだから。そして、ここには絵は書いてないんですけど、例えば、えー、日本語読んでいきましょう、せーの。 日本語は書いてないですからね、本番にはね、女性が本を棚に置いています。とか、男性が花を植えています。女の子が犬と一緒に走っています。男の子がフェンスにペンキを塗っています。女の子が自転車に乗っています。なんていうふうなのがあります。えっと、その絵を見るとわかりますけど。でも自転車に乗ってるんだか、馬に乗っているんだか、自転車をこい押しているんだかわかんないような絵もあるかもしれない。 そしたら女の子が自転車と一緒に歩いていますっていうふうに言うといいかもしれないですね。で,でもあの、もしかしたらお金を数えているのか、お金をしまっているのかわからないようなときには、お金をしまうって何て言うかわからない。じゃあ数えるはカウントだってわかると思ったら、カウント、数えるの方を使っちゃったりする。それから、ここの、えっと、花を植えています、この植えるっていうのがわからないとき。 そしたら、えっと、花の世話をしているとか、も,うもちろん世話も難しいかもしれないんですけど、そしたら、花に触っていますとかね。A man is touching flowers. みたいに。あるいは、花を見ていますでもいいかもしれないよ。目はそっち向いているでしょうから、きっとね。A man is looking at the flowers. みたいに答えてもいいかもしれませんね。じゃあ、これちょっと模範の英語をちょっと見ていくから読んでいきましょう。A woman is putting a book On the shelf. Putne book shelf shelf A man is planting flowers. The canal a man is planting. A woman is planting. They are planting. So a girl is planting. A boy is planting. Somebody a boy a girl a man a woman. で、they、彼ら。彼らだから男でも女でも構わないんですけど。えっと、それからあとね、A man and a woman.A boy and a girl。で、始まってもいいです。でも、ここが複数、A man and a woman になったら、ここ、あです。they になってもあです。A man, a girl, a boy、それから、A woman。の時には、これ、is です。単数ですからね。じゃあ次に行きましょう。A girl is running with a dog. A boy is planting the fence. んあ、プランティか。フェンスを植えてみましょうか、しいもんね。フェンスに色を塗っています。塗ってる、ペインティングよく出るんだよね。A boy is painting the fence.A girl is riding a bike.Riding a bike ね。これ覚えておいてね。で、次行きましょうか。Now look at the man in picture B. Please describe the situation. これも全く同じなんで、まあ、ここが、マンだったり、ボーイだったり、ガー l だったり、ウォーマンだったりするかもしれません。えー、でも、この絵を見て、その状況を説明してっていうのが3番です。例えば、こんな風になります。これ日本語なんだけど、これも日本語も,もちろん書いてありませんからね。レストランに人がたくさんいるので、彼は昼食を食べることができません。そういう内容だったりする絵がね。で、それを英語で言います。じゃあ、読んでいきましょう。 He can't eat lunch because there are many people in the restaurant. はい。でここでカードを伏せてくださいが入ってきます。Now,Mr.Kimura.Now,Mr.Kimura. Now, どっちかになりますね。自分の名前が入ります。Please turn over the card and put it down. そ、so、したら、えー、OK とか言って、Yes とか言って、で伏せます。で次の四番の問題、これ読みます。 Do you think electric cars will be more popular in the future?Electric cars. 電気自動車はもっと人気が出ると思いますかこれからで。これに対して答えます、まあ。日本語で言ったらこれになります、はい。はい、環境に優しいからです。デザインもとてもいいです。でこれもちろん日本語では言いませんので英語で言うとこうなります。読んでいきましょう。Yes. Because they are good for the environment. Also, their designs are very good. じゃあこれね。5番です。せーの。There are many types of books available today.Available って手に入れることができるってことね。だからたくさんの本がありますって意味ね。Do you usually read books? 普通本読みますかで、e エス s の本の答え言ってみましょうか。Yes.I read many books. たくさん読みますって意味ね。 I like comic books too. 漫画も好きです。I like reading. 私読書好きなんですっていう。こんな簡単なのでいいんです。これ3つ文章言ってるからね。これ100点取れると思いますよ。ここの部分だけは100%。だこんな簡単なのでいいので、まあ、言えることをどんどん言っちゃう。間違っても構わないから。えっとね、基本的に間違っても原点ないと思っていいです。<laughs> あるんでしょうけれども,本当はでもねたくさん言えば言っただけポイントが加算されると思うので間違ったところが帳消しになっちゃうからだと思いますからどんどんそ,れそのために面接があるんですからね、はい、おしゃべりなのが一番です何でもいいから言ってみましょうね、はい、これ一応あの概要欄に貼り付けておきますんで気になったらもう一回音読しておいてくださいね覚える必要はありません声に出して言ってると自然にそのうち覚えますから